今日はちょっとマーチをやってみました。で、マーチングドラムに関しては、まあ手が早く動くようになるっていうのは当然なんですが、その他にですね、いろんなことができるようにはなるんです。で、ちょっと一つ二つちょっと例を挙げてみます。まずシングルストロークから。で、僕がですね、以前ちょっと留学してた時に学んだ方法をちょっと紹介します。よいしょ。で、一番最初にアクセントをつけるんですよ。こちらで4打打つと、こうやってただやると非常に難しいんで、絶対にこうバランスの取れたポイントっていうのがあるので、そこをちょっと、いろいろ探りながらやってみてください。僕はこれぐらいでやれ言われましたけど、強めにまずアクセントを練習から、で、それに慣れてきたらちょっと早すぎますね。
セントが自由につけられるっていうのもありますし、例えばこういうやり方じゃなくて、マッチドのフィンガーをでやるっていう方法もあるんですけど、これでアクセントつけるの非常に難しいというかできないです。絶対に無理です、これは。だから、マーチングもそうなんですが、絶対的に有利なのはバウンド、リバウンドを使うっていう。これかなり苦労しました。で、向こうの、講師陣は左手でもできましたから、左手スタートでも。うん、だから、マーチの可能性っていうのは、こういう感じであって、でもだからといってフィンガーがこう全て悪いって言ってるわけじゃなくて、僕もたまに使えます。ビリー・コバー、ま、前もやったんですけどだとか、あとバディ・リッチがよく使う。とかってやるときにはフィンガー使えます。それ以外使い道ないです、僕は。ですけど、まあこれ人によるんで、うん、フィンガーでマーチングできる人いるんだったら見てみたいです。どうやってアクセントつけるのかと。そんなことするのかな。僕にはできない、全然できないです。っていうのが大体の流れで、要はマーチングをやると、まず、まあ、シングル速くなるのは当然なんです。もうずっと動かしてますから、でその他にルーディメントついてっていう感じ で一番分かりやすいのはスティーブ・ガットとかって分かりやすいですよね。でなんかこうルーディメント系のドラムをちょっと最後に叩いてみます。誰かは言いません。では、ありがとうございました。失礼します。